皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。今日はですね、私の大好きな団長さんの偽物が出たということで緊急会議を開かせていただきました。なんと団長になりすまし、ホームパーティーを開いて暴言を言ってるらしいんですよ。なりすましで悪口を言ったりするのは許せません。この人が偽物です。見分け方は R が入っています。本物は R が入っていないので、まず R が入っているかいないかで確かめてください。プロフィールに銀色のマークや公式クリエイターのマークがあるかないかも見てみてください。一番簡単な見分け方はこちらのハートや星の数です。かなり少ないのですぐにわかると思います。団長のファンで、名前を似せてるのはまだ可愛いですけれども、それで暴言を言ったり追放したりしてるらしいんですね。私も一度間違ってこの人の本場に入ったことはあります。ただすぐに偽物だと気づいたので出たんですけれども、本物と間違って団長さんに悪口言われたっていう被害が出てるらしいんですね。私は絶対にこういう行為を許しません。皆さんも団長さんの偽物には十分気をつけてください。これからも団長応援団の一人としてパトロールを続けていきます。マサルさんも運営さんにこういった被害が出てますよという通報をしてくれてるので、こういうのはすぐになくなるかとは思うんですけれども、皆さん十分に注意してください。ご視聴ありがとうございました。